安倍巨人、性格重視の外国人獲得方針を廃止。4年ぶり V 奪回を目指す安倍巨人が外国人補強方針を実力重視に切り替えた。巨人がメジャー通算178発のベネズエラ出身ルーグネット・オドル内野手29の獲得に乗り出したことが20日分かった。この日、母校中大で野球部 OB 会による監督就任を祝う会に出席した安倍監督は、一日でも早く来てほしい、キャンプをやるのとやらないのは全く違うと新助っ人の早期来日を願った。球団幹部が外国人選手を獲得しても日本の野球や文化に馴染めなければ意味がない、まずは性格を調べるようにしていたと振り返るように、巨人はここ数年助っ人の性格調査に時間をかけてきた。主に18年に当時の主砲だったゲレーロが首脳陣批判を繰り広げた反省からだったが、安倍体制になって方針を一転、何よりも実力を重んじたという。果たしてこの選択が吉と出るか注目だ。腹を出した瞬間に球体依然とした巨人が帰ってきてて、草ガルベスとかフランシスコとかがまた見れるんか。もう何から何まで古いんだよな。安倍の方針だな記事には明確にそう書いてある。こんなところまで腹の真逆でも性格良ければえなんてそやと思わんか。ウォーカーとかグリフィンとかメンデスとかみんな性格重視で補強して当たり外国人だったのに、わざわざ方針変えるんだな。最近の巨人の外国人って12球団でも唯一と言ってよいほど当たり引いてるのに、性格が良くても成績残せるわけちゃうしな。外国人当てまくってる巨人なのに余計なことすんなよマジで。巨人の外国人って当たり多くね。だから戦力外にしてもメルセデス、ポランコ、ウォーカーとガンガン他球団に移籍するのに。巨人は外国人補強かなりうまくいってる方だろ。なんで方針変えんの。ご視聴ありがとうございました。